ね、CB650R を、まあ、買おうかなと思った時に、いろんなですね海外のサイズとか見てて、あ、これかっこいいなと思っていたんですね。で、買うならこれ買おうかなと思ってずっと思ったんですけど、ETC のアンテナがどこにつくか、まず最初ドリームで聞いた時も分かんないというところでですね、ちょっと一旦そこは一旦保留をしまして、いたんですけれども、まあ、ETC のアンテナがヘッドライトの上にくっつくというところになったので、そこにつけちゃうとですね、まあ、電波を遮るその金属製のものとかをつけちゃうと ETC ゲート開かないんじゃないかというふうに思ったんです。でちょっと今までずっとね、つけなかったり、デイトナーのですね、風貌の八門ですね、コピー品とかをつけてやってみたんですけども、どうもしっくりいまいちかっこよくないと自分的にはですね、ですので、ちょっと諦めていたんですけど、 あるサイトでですね、ホンダの、海外で、出してる売ってるですね、アルミのバイザーメーターバイザーをつけたっていう人がいてですね、その人をそのですね、ちょっと一旦ごめんなさい。黙ります。またこっちここまた関越の方の ETC ゲートに入ってくるんで、ちょっとまたここでも、一旦ちょっと安全策を取ってですね、ETC 専用ゲートじゃなくて、左一番左行ってですね、ちょっと通過してみたいと思います。今のですね、外観のところのゲートは通れました。それ通るまでも結構ドキドキだったんですけど、でなんでそのドキドキしてるかというと、まあ、そのさっき言ったみたいにアルミですので金属製ですので電波を遮ってしまう可能性があると。でそのある販売サイトですね、ホンダの海外で売ってる純正のメーターバイザーをつけると、まあ、ETC が通過できなかったりできたりというようなことが、まあ、あるというところで、それに乗ったんですけど、そこの、販売の人がところがですね、このバラキューダのこのアルミの、バイザーだったらば、なんかどっかのホンダドリームと、協力をしてですね、実験をしたところを通過できたという記事を見つけまして、あ、そんならじゃあ買おうってんで買いました。で今今ですね、日本で、そのアマゾンとかではですね、CB1000R の、このバラキューダの風貌は、売ってました。2万6000とかでですね、ただ、まあ一応、まあ、1000R とですね、ほぼヘッドライト周りヘッドライトの取り付けとかは一緒だと思うんですけど、そこは一応安全策を取ってですね、CB650R 用のこのバラキューダの風貌を、またですね、eBay、のですね、サイトから、まあ、見つけまして、それでもまあ2万2000円ぐらいで、その送料とか考えると、プラス5000円かかるんで大して変わらないと、いう感じでした。でですね、まあ、今さっきその外観のところ通ってみました。一応通過できました。で次外、関越です。分かんないんでね、ちょっと一旦、また左端を寄りたいと思います。でですね、まあ、見た目はなんか俺は気に入ってるんですよ、これバラキューダもね、これなんですけど、風防の効果というところで言うと、今のところまだまあ100キロ程度でしか、まあ、なしません。これつけてからですけれども、まだ実感はないですね。果たして本当に風防的な効果があるんでしょうかね。一応まあ一番左行きますかね。通れますね。なんでですかね、よくわからないですね。あれなのかな、アルミの鉄粉、アルミ鉄粉じゃねえ、アルミ粉をつけてる。実は中身はもしかしてプラスチックだったりとかするのかな。いやでもね、叩いた感じとかちょっと後で、やってコンコンってやってみますけど、ちゃんと金属の音します。アルミの音しますよ。なんか不思議ですね、なんでだろう。今のところ今100キロ超えましたけど、風防効果よくわかりません。
でね、そうこの風貌と一緒に、後で また画像かなんか多分出すと思うんですけど、バイノミラーを、買ったんですね。これもバラキューダのやつです、結構ですね、高かったですね、ただアマゾンなんかのホームページ見るとほぼ同じ形のやつが割と2,000〜3,000円とかで売ってるんで、どうだろうかなと思ったんですけど、一応そのバラキューダのやつはですね、保安基準的なものもクリアをしてるということもあって、あえてそれを買いました。で、バーエンドのミラーをホンダ車につける場合、これハンドルバーの中にインナーウェイトが入っているタイプのこれ CB650 だそうなんですよ。でね、そのハンドルウェイトがですね、普段はあんまり動かないんですけど、結構グリグリ動くタイプなんですよ、これ。中でその、なんとかの、リブみたいなものが引っかかってると。それで、そのウェイトが抜け落ちるのを防いでるんですけど、それはですね、グリグリ動く仕様になってると。それ仕様なんですね。で、そのハンドルグリップ、ハンドルウェイトに、ネジが切ってあって、そこに固定をしようとしてもですね、そのウェイト自体がグリグリ動くもんですから、バーエンドミラーが動いちゃうんですよ、風圧とかで、結構きつく、かなりきつく締めてもですね。なのでですね、そのホームページなんかを見ると、そのホンダ車、ホンダのこういうタイプのものにバーエンドミラーをつける場合どうするかと、ハンドルウェイトを抜くんですって。でね、ちょっとハンドルウェイトを抜いた時に、この CB650R のハンドルから伝わる振動がどうなのかっていうのはよくわからないんですけども、あんまり自分としてはですね、そこまでもうやりたくないと。結構ハンドルウェイトを抜くのも結構大変そうな作業なんですよ。手順の書かれてるところも見ましたけども、なので、もうちょっとバーエンドミラーはですね、固定方法がですね、自分で、また違うそのウェイトを抜かずに、例えばその、左右っていうんですかね、外側から圧して、完全に固定できるような、そういう方法が、思いついたらとか、やってみたいと思うんですけど、ちょっとバーエンドミラーを一旦外しておきます。やってみましたけども、でね、上向きのバーエンドミラーにしたわけですけども、視界ですね、視点移動、この横っちょを見るときの視点移動はそんなに変わらないかったんですが、三好に着いたんで一旦ここで休憩をします。お腹空きましたんでね、また豚汁定食でも食べましょうかね。ここの豚汁定食好きなんですよ。先ほど言いましたですね、これがバラキューダですね、アルミの風貌ですね。私はこれ結構かっこいいなと思って、前もいいからチェックをしてたんですけども、で先ほど言いましたけど ETC これで通過できてますので、これ一応金属です、ね、金属も落としますよね。なんでこれETC 通過できるのかよくわかんないんですけど、ネットでね、ETC 通過できますっていう風に なってたんですけど、実際自分がね本当にそれをつけてですね、本当にできるのかどうかっていうのはちょっと不安だったんで、すごいゆっくり行きました。で、シートバッグもですね、でっかいやつじゃなくてちょっとちっちゃいやつ、もともとホンダのですね、シートバッグですね、ここにマグネットも付いてて、ここにもつけられるんですけど、マグネットつけるとここ傷ついちゃうんで、こっちにしてます。で、前のですね、あれは何回だっけ、何回のシートバッグは大きくて使いやすくていいんですけど、いかんせんちょっとでかすぎてですね、ちょっといまいちかっこ悪いかななんてちょっと思って、ちっちゃいやつもちょっとつけてみたら、ね、お尻すっきりしてキュッとしてていいですよね。本当はこれ逆向きです。本当は逆、こっち向きにつけるのが多分純正の位置なんでしょうけど、何回のシートバッグのバックルですね、このアタッチメントのこのつけるあれがこの位置になってるんで、あえて100か逆にしています。
で、まだですね、クイックシフターが入荷してません。5月の終わりぐらいだというふうに言ってますけど、まだ入ってきてません。で、これですね、ポッシュだったかな、違ったかな、ヘビーウェイトですね。もともと CB650F の時につけてたんですけど、バーエンドミラーつけるときにですね、これをかまして、やってみたんですけども、いまいちうまくつかなかったんで、バーエンドのみ変えてます。よいしょ、こんな感じですね。ここはキガニレの、キリのメキってやつですけど、すごく寒いです。14度ぐらいですかね。東京にいるときはちょっと暑いぐらいの格好をしてきたんですけど、ちょうど今リぐらいです。まだ雪残ってんですね、やっぱり。いや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 、寒い。いや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 、素晴らしいね。いやいや、すげえ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 、さーみすげえな、見えますか？
対側から来たことあんまりないんだよね。あっちからはよく来てたけど。もうあんまりスピード出さないようにしようね。怖いからね。こんなとこで怒ってもやだし。バイクがいっぱいいるな。
やーすげえ絶景ですな、うん、楽しかった